日本研究家兼実践家の激トラ馬之助でございますと、下に公式サイト URL あります。で、はい、前回、ね、これから10年乗り越し高尾のネガキャン活動していくぞと宣言しましたが、まあ、これはそのネガキャン動画の第1弾となります。で、今回のトピックなんですが、はい、ちょうどね、最近乗り越しさんが、まあ、オンラインサロンみたいな感じだと思うんですけど、そういうの始めたようで、まあ、正確にはね、キャンプファイヤーのコミュニティっていうのか、うん、みたいなんですけど、はい、まあ、そっちはね、乗り越しさんの SNS 見れば、まあ、詳しく書かれてるんで、そっちを参照してくださいという感じなんですけれども、はい、で、ね、そのこと自体は全然結構なことなんですけれども、まあ、ちょっとね、問題なのはそこでね、本人の紹介文にね、はい、なんか、乗り越しの40年間の舞踊評論家の知見をシェアとかね、他にも、うん、日本と世界のダンスを40年間見続けてきたとか、この40年間日本のコンテンポラリーダンスの黎明期から関わり、世界を飛び回ってダンスを見続けとかね、まあ、やたら40年、書いてるんですが、はい、この40年、っていうね、はい、40っていう数字がちょっと盛りすぎなんじゃないのっていうのが、はい、今回のトピックになりますと。まあ、結論としてはせいぜい、うん、20年強じゃないのかなと思うんですけど、まあ、彼もね、もう60歳くらいですけど、まあ評論家としてね、まあもう大御所になりたいと、もうね、はい、年も取ってきたから、うん、もう大御所として認められたいみたいなのが多分あるんだと思うんですけどね。それでまあ、俺すげーっていう幻想をまあ、確固たるものにしたいんだろうなとは思う。そのまあ気持ちはわかるんですけど、まあね、なんかまあ、お隣の国の中国でもね、まあ中国の歴史は5000年とか言ってて、うん、まあ実際には4000年くらいらしいんですが、まあそのぐらいね、4分の1ぐらいね、盛るぐらいならまだまあ大げさだなっていう感じで許される範囲じゃないかと思うんですけど、まあ倍はないでしょうと。はい。まあせいぜいね、20年後25年くらいに盛るのに抑えときましょうやっていうふうに僕は思うんですけど、まあこれについてさらに詳しく話をさせていただきたいと思います。今が2023年、もうすぐ24年になりますけれども、40年前ってね、1983年。まあ、彼はまだ20歳ぐらいでね、20歳ぐらいで、まあ、僕が10歳ぐらいですけど、乗り越さんは自分のね、初のコンテンポラリーダンスの著作の、コンテンポラリーダンス徹底ガイドの、まあ、9ページ目で、はっきりとね、1986年が日本のコンテンポラリーダンス元年と書いてるんですよね。ということは彼自身がね、40年前はまだ、日本のコンテンポラリーダンス、うん、なかったと言ってるわけで、もちろんね、彼は、キャンプファイヤーのコミュニティの解説文ではな、40年間の舞踊評論家の知見というような言い方でね、まあ、あくまで舞踊という言い方で、日本のコンテンポラリーダンスとは言ってないんですけどね、じゃあ、海外のコンテンポラリーダンスの評論を書いていたのか、この時代に、まだインターネットもない頃ですよ。うん。当時、一体何の雑誌とかの媒体にね、彼の評論の文章が掲載されたのか。うん。僕は彼の書籍はね、大体チェックしてまして、まあ全部読んでるってことじゃないけど、まあ立ち読み程度でもね、一度は大体中を覗いてると思ってるんですけども、まあ彼がダンスについて書いた書籍は先ほども言ったように、はい、コンテンポラリーダンス徹底ガイドっていうやつが初なんですけど、これがまあね、出版されたのが2003年ですよ。うん、ちょうど20年前。だからまあ、舞踊と書いてて、まあね、タップダンスとかも入れるとしたら、それよりも前にね、1996年に、ダンシング・オール・ライフ、中川三郎物語という、まあ、実在する日本人のタップダンサーの人生を小説にしたものを出してるんですけども、それでもね、27年前ですよ、1996年。もちろんね、調査機関とかがあった、それも入れるっていうことなのかもしれないですけど、まあ、普通ね、評論家歴って、うん、評論をなんかの雑誌とかね、
の中の雑誌とかの媒体に載せたか、まあ書籍を出したその年から言うんじゃないの？うん。もし本当にね、うん、彼が二十歳の頃に舞踊ホルン書いてたんなら、はい、こういう媒体に書いてましたって、多分本人がウィキペディアに書くんでね。まあ、そのウィキペディアについてはね、ちょっとまた別の動画で話をすると思いますけど、まあ、乗り越した顔のウィキペディアの記事は、彼自身がもともと書き始めたんだと僕は思うんですけれども、まあ、その話はちょっと置いといて、とりあえずまあね、はい。乗り越さん見てるだからちゃんとね、教えてください。もう今からでもいいから、ウィキペディアにでも書いてください。あなたが二十歳の頃、何の媒体に、はい、舞踊評論書いてたのか。俺それ見に行きますよ。うん。まあ、国会図書館行ったらね、大体日本で発行されたすべての、雑誌とか書籍が収蔵されている、ということになってるらしいので、まあ、それ読めに行きますよ。はい、教えてよ、そのね、はい。いつどこで発表したのか。これが乗り越しの最初の舞踊評論です。いうのをちゃんとね、はい、ウィキペディアに、うん、正し書き付きでいいんで、はい、もうちゃんと書いてくださいよ。はい、で、そのね、20年を40年とか盛る、うん、まあ、乗り越さんはそういう人なんですよね。ただ、嘘は言わない人なんで、何らかね、解釈の余地があるようにはしてると思うんですよ。多分ね、その40年と言っていいんだっていう、なんかね、はい、40年前に、うん、何も舞踊評論書いてないとしても、書いてないというか、どっかに掲載されてないとしても、彼の中ではね、多分40年と言っていいんだという正当化が何かしらね、できてる、何かあるんだろうなとは思うんですよね。だから例えば、うん、40年前から何かしら舞踊的なものは見てて、はい、それが20年前からの著作にね、もう生きてるんだとかね、はい、うん、なんかね、そんな感じのこじつけがなんか、うん、あって、うん、それで40年と書いてんのじゃないかと思うんですけどね、はい、のりこさん、そのこじつけぜひね、教えてほしいですよ。はい、もう教えてもらえたらちゃんと俺がね、いや、それはこじつけすぎでしょってちゃんと言うから。で、はい、繰り返し言いますけど、まあ、彼ももう60歳でね、残りの人生で、やっぱ俺はすごいんだ幻想を、確固たるものにしたいんだろうなとは思うんですよ。はい、彼は本当にそういうね、俺すげえ幻想が、まあ、表現の中心にあってね、まあ、しょぼい現実と向き合えない。うん、その俺すげえ幻想のせいで、彼の言説は相当歪んでて、その歪みがダンス業界にね、すごい悪い影響を与えてると思うから、僕はもう20年間憤って、来たんですよね。まあ、その辺のね、ことも、はい、具体的にどう歪んで、どう悪い影響っていうのも、はい、またおいおい動画にしていけたらと思います。まあ、皆さんはね、そういう彼の40年の幻想を、はい、まあ、真に受けないでくださいねっていうだけです。皆さんは、まあ、彼のことをね、ああ、男の子って見えっ張りなんですね。ふ、かわいいぐらいで。うん。はい、まあ、これくらい許してやればくらいの感じで、皆さんは全然いいと思いますよ。俺は憤りまくってますけどね。はい。俺は憤りまくってますけど、許さんって感じになってるけど、まあ、別に真似せんでいいです。そんなやつは一人でいいです。はい。そういうわけで、はい、締めに行きたいと思います。乗り越したかおさん、その幻想をぶっ殺す！よし。